海と日本プロジェクト。みんなお魚さばける？さばけた魚しか買ったことがないです。魚をさばくことで海や魚に興味を持ってもらおうと行われたのが海と日本プロジェクト、さばける塾です。子供にさばき方を覚えてもらいたくて、庄内の生き物とか環境について感じてもらえたらなと思います。これからはちょっと男の人も魚さばけた方がかっこいいかなと。庄内浜でこういうふうなものを取れて食べてるんだよってことを知ってほしいです。自分で包丁入れてこういうふうにこさえたら、ああ美味しかったなと思ってもらえるのがいいかなとは思うんですけども。今回挑戦するのは甘エビとハタハタを使ったメニュー。さあ一体どんな料理ができるのかな。エラに手をかけてこう引っ張ってみて、これがエラだから。ああそうです、上手。あ、全部壊れる、うん、感動。ついてくるんで、やべえね、エビ向けで始めるんですね。皆さん、うまくさばけていますか？盛り付けをして、甘エビの刺身と味噌汁、ハタハタの湯揚げと田楽が完成しました。お母さんが一生懸命やってる姿を見ると子供たちも分かると思うんで、魚がどうやっていつもこう食べられてるのかっていうのが分かったのでよかったです。自分でさばいた料理、美味しさも格別です。皆さんも挑戦してみては？今よりもっと魚を好きになること間違いありません。海と日本。